はい、どうも、ラギです。実はですね、先ほど別の動画でサーモンランの最新情報の動画を上げさせていただいたんですけども、今回は武器の最新情報ということで、別注シリーズが11月7日に追加されます。ちょっとね、サーモンランとね、一緒に上げちゃうとごちゃごちゃしちゃうから、わかりづらいかなと思って分けさせていただきました。で、今回追加される武器4つちょっと見ていきましょう。L3 リールガン別注。スパイガジェット別注、国際別注、落ち葉シューターなんですけど、まあ名前でわかる通り、落ち葉シューターだけなぜか名前が別注じゃない、別注シリーズじゃないんですよね。この名前が違う理由なんですけども、最初は別注版として開発されてたんですけど、とあるなんか中の事情で任天堂社の中の事情で改名されたらしい。でもさ、若葉もみじってきてさ、で、若かった葉っぱがもみじになって綺麗になって、最終的にどうなるかって言われたら、落ち葉シューターでぐんと下がったよね枯れちゃってるし、落ち葉シューターとか枯れてしまった落ち葉シュータースペシャルとサブはどうなのかということで、新しいサブウェポンにトーピードというのが追加されたんですけども、この落ち葉シューターはトーピードらしいです。ロボットボムみたいな、なんかモミジに本当に似てる。で、モミジシューターってアミフラシなんですけども、今回のスペシャルはバブルランチャーだって。でもバブルランチャーはトーピードじゃ割れないしさ、強いのかな使ってみないとわかんないけど、この落ち葉シューターも、まあ、黒色と、黒いシューターですね。で、ちょっとね、この武器だけ、この武器見えるところにロゴがあるんですけども、これ叩き剣先のロゴ。ブラッドの中でのメーカーの叩き剣先が開発したなんて。一応全部別注シリーズは叩き剣先だ。まあいいや、じゃあ先ほど言った落ち葉シューターとは別のサブとスペシャル公開していきます。北斎。北斎は9番ボムとウルトラハンコ。スパイガジェットはトーピードとインクアーマー。L3 リールガンがスプラッシュシールドとウルトラハンコ。ということで、全部に一応ね、新しいサブとスペシャルはついてる。今回、ナイス玉と炭酸ボムはつかなかったね。これも11月7日だから、もうすぐですね。やばいですね、楽しみですね。スプラトゥーンで発売されたからもう1年経ってるけど、それでもまだアップデートでいろんな武器追加されたり、スペシャルとか追加されるのすごいよな。ちなみに、自分的におすすめの武器は、やっぱりね、トーピードっていうサブが気になるから、落ち葉シューターとスパイガジェットは使ってみたいなって思いますね。このトーピードっていう新しいサブウェポンは相手の方に自動追尾してくれるので非常に優秀、作敵において非常に優秀。デザインに関しては北斎全く変わってないんだけど、ちょっと洗濯バサミがついた感じになってるだけだから、見た目でわかんないかも。あとまあ一応最初の方にも言ったんですけど、サーモンランの最新情報の動画が上がってるので、そちらもよかったらチェックしてみてください。